はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。最近のアップデートで、小さなメダルっていうね、交換所が新しくオープンしまして、この今ね小さなメダルをいっぱい稼ごうというキャンペーンやってまして、キャンペーンの対象バトルがランクマッチ、フリーマッチ、闘技場、 AI バトル、この4つの戦いで勝ったら小さなメダルがもらえるみたいなんですね。で、小さなメダルってまあどうやって使うのかというと、交換所で、いろいろなアイテムと交換できます。カードパックと交換できたり、カードスリープ、カードの背景ですね、背景というか背表紙とね、交換することができまして、そのためのアイテムになります。今回はねランクマッチの方でちょっと潜って小さなメダル集めていきたいと思います。今回使うデッキはこちらアグロゼシカになります。ちょっとね前と変えたのが、プチアーノをちょっと入れてみた。プチアーノは攻撃するたびに攻撃力がプラス1されていくので、なかなか生き残りやすい体力3なので、なかなかいいんじゃないかなと。結構ね序盤押せ押せなんで、スペルカード、特技カード結構いっぱい使っていきたいですね。さて、先行取れることを願ってランクマッチ潜っていきましょう。レッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。敵さんもゼシカさんみたいですね。今のライバルズの環境は、アグロゼシカ、ミッドレンジゼシカ、ミッドレンジトルネコ、この 3つのデッキがなかなか強いみたいなんですけども、私はね簡単に作れるこのアグロゼシカでやっております。まあ手札的には悪くはないんじゃないかな。先行引けてればモーモンからの、竹槍兵という動きができたんですけど、敵が2ターン目に何かフォロワーを出してくる、また1ターン目にフォロワーを出してきた時はめんどくさいですね。その場合敵さんもねアグロゼシカっていう感じなんで、敵さんどうした？オッケー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 、頼む、テンションを上げてきてくれ、フォロワーを並べないでくれ、テンション、敵さんテンション上げて頼む。オッケー、テンション上げてくれる。私はテンション上げたいのは山々ですけど、ミミックも引けた。じゃあここはモーモンで、次敵が何も出さないことを祈ろう。スペルカードで取るとしたらね、メラミくらいだと思うんで、テンション上げてくる。オッケー、ここは竹槍兵。あー、特技カード手に入りすぎなんだよな、ちょっときついですな、それは。またオッケー、一気に4ダメージ与えていきましょう。さあ、さすがに3ターン目、敵さんもフォロワーを並べてくるであろう。どう来る？さすがにテンション上げてテンションスキルってことはないと思うんですけど、どうしてくるかな。あー、テンション上げてきた。フォロワーは並ぶ？テンションスキルは使いますか？あ、テンションスキル使ってきそうだな、これ。扱ってきたか。あ、モーモンが死ぬ。さて、2コスト、敵さん動かないでくれ。何もしないでくれ、何もしないでくれるとありがたい。次ミミック出す。オーケー、次ミミック出しましょう。ここメラゴースト、まあウォール張るよりはミミック攻撃力4を出していきましょう。で、竹槍兵は殴ると。オッケー、高校にしたら結構体力削れてますね。ただまあ敵さんが先行なんで、先にでかいフォロワーとか守護を出されたらきつい。メラゾーマ、ミミックが死ぬ。で、敵さんのカード1枚ドローか。なるほど、ちょっときついな。敵さんメラゾーマが入ってるってことは、もしかしたら同じアグロデッキかもしれない。ここは4コースの動きはメラゾーマでもいいような気もしなくもないけど、ベビーパンサーの応援、ここはメラゾーマだな。テンションスキルはまだいいでしょう。さあ、敵さんの体力残り12、半分削ったぞ。ここで、いや、アグロゼシカだったら回復カード入ってないと思う。あ、メラミ、これで竹槍兵も取られたね。さあ、3コスト、何かフォロワーを出してくるか。ホイミスライムだって。ホイミスライムか。ホイミスライムは回復していくんだよな、短終了時。ちょっときついな。亡者の人玉、あー、オッケー、亡者の人玉4コストで出して、残りの1コストはテンション上げて、このテンションスキルは相手のリーダー殴ってもな。
あー、回復されたくないんで、ホイミスライム取ってきましょうか。まあ、まだメラミが2枚手札にあるんで、プラステーション上げようと思ったらまだまだ上げれますしね、大丈夫でしょ。容赦しないわよ。さあ、敵さんの6ターン目。ジェシカデッキ、ジェシカの魔法使いデッキで6コストの動きって言ったらテンションは上げてくる。さあ、残り5コスト。どう来る？回復カード入ってないっしょ。で、仁王立ちも入ってたらきついけど、まあ、最悪亡者の人玉で取れなくもないからね。お、何か出してくるか。アルミラージ4コストの33失踪。なるほど。あ、それだけだったら亡者の人玉殴るしかねえ。ミミック、いや、まあこれはメラミガチョンと。で、もう一丁メラミいきましょう。よし。で、ここは亡者の人玉殴って、さあ敵さんの体力残り4。テンションを上げてメラーゴーストで、相手のゼシカにダメージを与えていく。さあ敵さんの体力残り3。いけるかこれ。勝たしてくれ。私は小さなメダルが欲しいんや。小さなメダルでカードパックのチケット手に入れる、いっぱいガチャ引くんや。テンションは上げてくる。ただ亡者の人玉取れないと思うぞ。嘘やん、回復カード入ってんのかい。なるほど、敵さんの体力が6回復して9。うーん、まあアルミラージで取られちゃうんだよなこれ。アルミラージでメラゴースは取られるけど、有利トレードしてきますかね。あれ、あ、リーダー殴ってくる。私にメラゾーマがないことを知っているのか。あ、引けない、引けない。そっか、引けないならドロヌーバのステルスにかけるっていうのも一つの手。敵さんの体力残り2まで削ればいいんでしょ。だったらここでテンション上げつつ、ベビーパンサーは亡者の人玉の前で、これでテンションが上がって検証スキル使用可能で、亡者の人玉でジェシカを殴り、メラゴーストも殴り、ここでメラミを使って、メラミじゃないね、メラミと同じ効果だから間違えた、グレンの下級で体力を1に戻す。さあフォロワーが1体でも残れば勝ち。ドローヌーバはステルスだからね、潜伏してるから多分大丈夫だと思う。亡者の人玉取られにくいんだけど、まあさっき出されたゴールドオークで取ってくるかなとは思う。プラス敵さんテンションスキル溜まってるんで、メーダロード相手が特技を使うたび、あ、マジで、私が特技を使ったら体力が回復するのか。あ、なかなかめんどくさいカードですな。そういう感じ。じゃあこっち特技カードメラゾー、あ、メラゾーマは大丈夫か。メラゾーマは大丈夫だけど、まあ人玉が取られる。オッケー、そのまんまでよろしく、そのまんまでよろしく。残り4コストはあんまり動かないで頼むなあ。ウォール貼られた、ウォール貼られた。ここでテンションスキル使ってくるか。あー、でも使ってくるよな。テンションスキル使わないとどっちにしろ取られるもんな、ワッチにな。うわー、どうしよう。メラゾーマとか失踪持ちのカード、はぐれメタルとか来るの待つしかないな。やばい、頼む、神引きを。シルビア、あ、シルビアで勝てるわ、やった。シルビア出すとね、あの敵も味方もテンションがマックスになるんで、テンションスキルを使用可能ということで、グレンの下級の3ダメージで勝ちです。やった、危ねえ。ようアグロデッキで8ターン目まで耐えたな私も。てか敵さんもやるわ。グレンの下級でさようなら、オッケー、勝ち。ランクマッチで勝ったんで、これでもらえるはずです。はい、小さなメダル、あなたの勝ち。小さなメダル5枚獲得。ああ、3勝報酬、前2勝で止めてたのか。今連勝した時の報酬でももらえるみたいですね。待ってよ、まあ次のレベルまで残り1ポイントってそんなことあり。さて、ホームに戻ってきました。プレゼントボックスに3つも届いてる。ああ、小さなメダルやっぱり届いてますね。いいよ。小さなメダルは、ショップのこの交換所で使えるので、ちょっと見てみましょうか。ここですね、小さなメダル 10個で、カードパックチケット1個と。でメダル交換所にね、なぜか錬金石の交換所もあるので、ぜひ使ってみてください。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。